エリザベス女王杯。そこに桜花賞オークスを制し、無敗で牝馬三冠に挑戦する馬がいた。この日もまた彼女はどの馬より華麗に、どの馬より早くゴール板を横に、それが当然のことのように、9戦9勝無敗の牝馬三冠馬、史上最強の牝馬、誰かがそう呼び、誰もがそう思った。暮れのグランプリ、彼女は古馬と4歳牡馬チャンプの待つターフへと向かった。悲鳴にも似た歓声の中、最後の直線で彼女の足が止まった。レース後、痛々しく上げられた右前足は明らかに異常を訴えていた。10戦9勝着外1回、一つの伝説に終止符が打たれた。初子は母親にと馬産地で評判だ。一方で名品から名品は生まれないよという冷やかしの声。注目を浴びているとも知らず、娘はただ無心に母親の後を追う。3年後、母以上の歓声で迎えられることを娘はまだ知らない。新しい伝説がすでに始まっていること。